おはようございます。おはようございます。さっぱりしましたね。そうですね。まあちょっと前髪がうざかったんで。髪型は、うん、はい、自由なんで。なるほどなるほど、はい。髪を切って気分もすっきりのギータ先生。まずはこの話題に触れないわけにはいかないでしょう。そう、今月12日に放った史上110人目の通算200号ホームラン。節目の場面で礼儀正しい姿が印象的でした。200号ホームランおめでとうございます。ありがとうございます。先生しながら200本でなかなか快挙だと思います。はい、確かに先生しながらの200本は長い歴史の中でもおそらくただ一人。そんなにほんまに打てると思ってなかったんですけど、うん、よくやってるなっていうふうに思います。それでは今日の授業に参りましょう。質問をくれたのはギータ先生が出演する CM でおなじみのオープンハウス在住のあっくん。直接動画を届けてくれたんですよ。そうなんですか。はい、へえ、すごいね。こんなとこまで展開してるんですか、このまたちょっとこちらの質問動画を見てください。はい、わかりました。ギータ先生こんにちは。野球以外にどんなスポーツをやっていますか、教えてください。ああ、していたスポーツですね。水泳とサッカーとバスケ。え、結構してますね。そうですね、野球やる前にやってました。お、幼稚園ぐらいから水泳してて、うん、で、小学校入ってサッカーして1年生の時。はい、で、野球始めました。で、野球小6の時なんか卒団みたいなのして、そこからバスケ始めました。すごいですね、これは運動神経の塊ですから。いや、そんなことはないんですけど、まあ、結構いろんなスポーツ楽しいなと思ったんで。まあ、でもやっぱ野球が一番面白いかなっていうふうに思いますね。やり続けてたら、まあ、NBA か、まあ、世界水泳かワールドカップかみたいな。いや、無理無理余裕で無理ですけど、まあ、いろんなことして好きなこと見つければいいんじゃないですかね。